衆議院憲法審査会の幹事懇談会が開かれ、30日に審査会を開き、国民投票の実施状況などを調べるために、今年7月にヨーロッパを訪問した調査団の報告を受けた後、各党の自由討議を行うことになりました。衆議院の憲法審査会は、今年の通常国会では各党の意見表明や自由討議が行われましたが、6月中旬の国会閉会以降、実質的な審議は行われていません。こうした中、憲法審査会は、幹事懇談会を開いて、今後の審議日程を協議し、30日に審査会を開くことになりました。そして、海外で行われた国民投票の実施状況などを調べるため、今年7月にイギリスやイタリアなどを訪問した調査団の報告を受けることになりました。審査会では、調査団の団長を務めた森憲法審査会長や、同行した与野党の議員などが意見を述べた後、各党の自由討議が行われ、先月の衆議院選挙後、初めての実質的な審議となる見通しです。